はい、こんにちは、しんです、今回はですね、ダイソーのですね、デスクパッドを買ってみました。こんな感じです。結構ね、長いんですよ。70センチ、幅が30センチで横が70センチ。まあ全体でこんな感じですね。ちょうどマウスを完全に使える広さあるし、キーボードちっちゃい、このキーボードちっちゃいんですけども、まあ、ちっちゃめのキーボードを置いて使うのはいい感じで使えます。あとはこれマイクなんですけど、マイクを、置くのにも、ね、振動、マイク結構振動かかるとね、結構ノイズ入るんで、これ結構分厚いんで、振動が入らないような感じになってますんで、マイクで収録するときも便利に使えます。ということで今回はですね、ダイソーの、ですね、デスクパッド、大きな、まあ、マウスパッドですねを買ってみました。素材も結構ツルツルしてて、触り心地もいいし、ちゃんと、ゴムバット、ゴムがついてるんで、ずれることもないんで、結構便利に使えます。ということで今回はダイソーのデスクパッドのご紹介でした。ではまた、バイバイ。